よ、適当です。今回はマジックバルーンストーリーというゲームで遊んでいこう。ちょっと喋んないで。マジックバルーンストーリー、つまり魔法の風船の物語ですね。さあ、この風船に乗りたいという方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではやっていきましょうか。どこから参加するんだろう。すげえいっぱい人いる。さあ、1人、お、2人、3人、これ何人まで参加できるんだろう。3人。いやー、5人ぐらい欲しいよ。どうせみんな抜けんだからみんなどうせ抜けんだから、知ってんだからね。私もうちょっと人数欲しい。こっち行こう、こっち、こっち行こう、こっち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 、よし、3人、4人、5人、6人、おお、これは多いぞ。もうここで参加しよう。おい、やなんか1人抜けた。ちょ、こっち、なんでそんな抜けんの。来て、こっち来て、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 みんなもこっち来なよ、あったかいよ。お、来た来た、おお、すげえ、ほんとに来た。お、7人、もうこれ完璧。いきます。おい、燃えよう、熱い熱い熱い、お前、んー、どいた方がいいよ。あちゃちゃちゃ、あちゃちゃちゃ、はい、そういう茶番は置いといて、よし、行きましょうか。さあ、マジックバルーンストーリー、どういうゲームなんだろうね。今んとこただのバルーンでしかないけど、なんかこう魔法要素があるかな。 Here we go、 行くぞ、アップアップアップ、上がれ上がれ上がれ。おお、ちょっと待って、何してんの、何してんのお前。お前一人、え、大丈夫、え、これ落ちたら死ぬくね。え、待って、落ちてるやつ戻ってきてないよ。おい、何してんだよ。クレイジージャンピングタイム、え、イカれたジャンピングタイム、え、何これ、ジャンプすんの、え、何これ、え、みんな飛び降りてるけど本当に大丈夫。あ、ここを登る、ロープラダー、これを登ってどうすんの。あ、来た来た来た、スーパーバウンシー、おー、すげえ、めっちゃ健康いすぎるわなみんな真似しないようにね。すご、待って、俺こんなことしてたらさ、もう誰もいないんじゃない。あ、いるわなんか俺だけはしゃいでるみたいで、なんか恥ずかしいんだけど。俺も座ろう。なんかみんな大人だね。え、ちょっと、なんだお前、めっちゃ可愛いけど。え、何、バックトゥーユアシート、あ、席に座れ、だって席に座んないと吹き飛ばされちゃうのかな。てかさあ、バルーン、これ風船でしょ。もう雷なんてぶつかったら一瞬で終わるからね。即死だよ、即死。え、怖、普通に。え、めっちゃ上までいるじゃん。え、これどうなっちゃうの。え、死んだもうゲーム、おお、え、何これ、私たちは死んだの。ほんとだ、もうなんか天国みたいなとこ来ちゃった。ん、ランデドオンナイスクラウド、雲、この雲に乗っかったのかな、運よく。おお、いや、これ落ちたら死ぬ。みんな落ちんなよ、絶対。アスレチック下手なやついる、いないよな、大丈夫もう何してんのよ、こんな簡単なとこで死なないで。え、あ、なんかお姫様みたいな人いる、こんにちは。髪の毛すごいよ髪の毛無造作ヘアーなってるけど。私はスカイプリンセス、空の女王様。あ、ビッグストーム、あ、そうなんだよ、嵐に巻き込まれちゃったんだよ。で、私は、魔法の力を失ってしまった。あ、ジャイアンツ、なんか巨人に魔法の力を盗まれちゃったんだって。だからその嵐をこう収めることはできないみたいなこと言ってんのかな。え、なになに、なんかテラリンテンテンって言ったんだけど、え、どうした。え、てかもう俺ら大丈夫。おいおい、死ぬな死ぬな、何してんの。あっ、ザ・ストーム・イズ・カミング・バック、また嵐が戻ってきた。あ、またバルーンに戻るのか。なんか難しくなってる、なんか難しくなってる。ちょっと戻ってきて、早く、時間15秒しかないから頼むよ。よし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 、もう7人いたのにもう1人。あ、待て、危ない危ない、ちょっと待って、席、オッケー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 、もう4人死んでるわ。あ、こっちおいで、お、何してんの何してんの。ちょっとチャレンジャー多すぎ。おい、もう2人じゃねえかよ。私たちはどこ。おい、もういるぜ、嵐のなんか、何これ、モンスターみたいなやついるぜ。私家に帰りたいよ。いや、俺も帰りてえけど、もうみんな帰っちゃったよみんな家に帰っちゃったよ。ファインドワンズ、ゴーホーム。え、ファインドワンズってなんだ。あ、そのなんか力を盗んだ人を倒しに行くのかな、そういうこと。家に帰るか、女王の仇を討つかみたいな感じ。おお、どここれ、
マインクラフトみたいなとこ来た。なんだこれ。ここがマジックワンズ。あ、マジックワンズっていうなんか場所があるのか。なるほどね。うわー、なんかこれちょっとミスったら落ちそうだな。マップショップに聞こう。これか。大丈夫これ。なんか途中で道なくなったりしない？平気？行こう。ま、さすがにそんな嫌がらせしないでしょ。さあ、こんにちは。あ、こいつじゃね？こいつがジャイアンツじゃない？マジックワンズを見つけるために、マジックマップが必要。で、マジックマップを、5アップル。5個のリンゴで売ってやるだって。でも、つまり、リンゴを5個見つけるんだ。あった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 。いや、意外と難しそう。いや、こういうとこさ、字幕邪魔や。字幕邪魔、よし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 。で、これで1個、1個取ったよ。あっ！危ねえ。こんなとこで死にたくない俺。てかもう一人いる？え、もう一人いる？もう俺だけ？もうやめてよ、もう俺だけなの。はい。何やこれ。あ、これ5個集めてから渡せって感じ？オッケー。あ、2個。さあ、あと3個か。え、なんかさっきさ、女の子、リンゴ取ってた気がするんだけど。リンゴ取ったまま死ぬなよ。なあ。リンゴ取ったまま死なれたら、俺、これクリアできんのかな？確か、あったあったあった。これであと2個か。ああ、俺一人しかいなくなっちゃった。まあ悲しく一人でリンゴ集めますわな。Please bring the apple。あれ？もうこれで準備 OK ってこと？あれ？あ、なんかもう OK になっちゃった。え、ありがとう。あ、マジックマップ手に入れた。え？何？え、また？また席座った方がいい？席座るか。もうちゃんと席、席座ろう。いや、なんでこの席に座ったらなんで OK なんだよ。冒険したいんだけど。お、また違うとこ来ちゃったじゃん。どうすんの？私たちはまた嵐の中に巻き込まれてしまった。いや、ほんとだよ。早く、オープンザマジックマップ。お、ここでマジックマップを使う時が来た。レッツボート何？どこに行くべき？あ、マジックマップを使うと、どっか飛べるんじゃ。飛べるんじゃ。飛べるんだ。じゃ、一回、あ、レインボーワンド。レインボーワンド行ってみたい。よし、じゃ、レインボーワンド行ってみよう。すげえ。マジックバルーン、マジックバルーン。私たちをレインボーワンドに連れてって行け。はい。そんなことできるんだったら家返してくれよ。なあ、家に返してくれ、俺を。さあ、来た。レインボーマップ。え？本当にレインボー？ここがレインボーマップなの？さあ、まっすぐ進んでいこう。はい。ん？ビッグダム。え？何？何これ？どこ行けばいいの？こっちに行ければ OK？ 本当に？え？本当に大丈夫？ここ戻るよ。あ、え？レインボーワンド。おい、本当に大丈夫かよ。なんか俺死ぬ気がする。え？本当に大丈夫？ちょっと待って。え？何これ？え、どういう状況？これ向こう行かないといけないのかな？向こう行くよ。ほれ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 。ほれほれ。こっち行け。うわ、怖っ。あ、ちゃんと来てるわ。え、これいける？ほっ。いけねえじゃねえか。どうすりゃいいんだよ、これ。何倒せる？こいつ倒せんの？何これ？何これマジで。上行くとか。あ、上だ上だ、そうだそうだ、上だこれ。ちょっと何してんの？上行って、あ、急げ、バカ。いけるか。あ、いけそう。来た。で、こっから、え、これ難しい。ほっ。で、こうか。はい。いや、むずっ！やあ！ちょっと待って。おい、普通に難しいじゃねえか、このゲーム。急に難しいのやめて。これめっちゃむずいんやけど。どうしよう。よし。次はミス。これ消えんの？もう待って、雲消えんのかよ。どうしよう。ねえ。視聴者の皆さん助けて。露出鏡がいる。はい。もうすぐ行こう。あ、これで、あ、なるほどね。あ、いける気がする。はい。来た。で、こっち行ける？いけねえのか、ばっ。あー、わかった。この白い雲に乗って、で、またこの木に乗っかって、ここ来て、で、この白い雲にまた乗るんだ。はい、わかった。はい。で、もう今行こう。今行ける。来た。これで行けるはず。で、この杖を取ってまた逃げると。やった、来た。よっしゃ、登ってくんのかよ、てめえ。お前、登ってくんのか。あ、でも HP 自動回復してる。来た。あー、またストーム来た。で、次は、また、お姫様のとこに渡しに行くんだ。じゃあ、お前も行くか、一緒に。なあ、お前も一緒に連れてってやるよ。俺の仲間になんねえか。
また俺一人でクリアしちゃうんすか。来た。いやなんかさ、一番ここが平和な気がするんだけど、大丈夫なあ。こういうコアモテに見えて優しいんじゃない。さあスカイプリンセスに会いに行こう。うわーこれ微妙にアスレチック感のムカつくんだよな。はい大丈夫く大丈夫。じゃあ早く早くつけ早くついてくれ、頼むから。よし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 。これでさ、もう俺ステッキ持ってるから大丈夫なんじゃないの。どう、ほら持ってきたよ。ステップフォワードプリーズ。あ、そう、これこれこれ、これあげる。これで力を取り戻してくれ。私のレインボーワンド。あ、なるほどね。わかった。これレインボーワンドとか、ワンドって杖だ。今わかった。なるほどね。杖を3つ集めるんだ。杖を3つ集めて、あのスカイプリンセスに渡せば家に帰れるって感じか。よし、頑張ろう。で、レインボーワンドは手に入れたんで、アイスワンド。これ取りに行こうか。あれ？ここアイスワンド？いやでもさっきのと一緒じゃない？さっきと一緒の気がする。またなんか、うら全部巨人なの？なんだよ。え、これもしかして、敵って本当に全部巨人なの？じゃあもう、サクッとクリアさせていただきましょうかね。わー、なんか形違うな。これはどういう感じだ？これに乗っていくのか、とりあえず。でもなんとなく、ほい！なんとなく分かってきた気がする。ここの木に乗っかってポン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 だな。はい、オッケー。で、こうで、途中で消えるだろうからすぐ行く、すぐ行く。はい、なんで乗れないの。え、これ乗れるかな。まずここ行くじゃん。こっち行ける。あ、行けるんだ。え、ここ通れる。あ、ここ通れんじゃん。え、何その裏ルート。なんだよその裏ルート、知らんわな。そんな引っ掛け、そんな引っ掛けあんので、ここ登ってくと、はいはい。で、あー、いけそう。はいはい。これはもうアスレチック、純粋なアスレチックの力が試させる、試される。そして杖を取ったらまた逃げる。イエ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 イ。え、めっちゃ余裕じゃない。俺いける気がする今回。で、またストームが来るから、席に座ると。やべえ、余裕かもしれん。おい、シリ反応すんな。来た、アイスワンド。なんかこいつアイス感あるわこいつアイス感あるわ。やっぱアイスっぽい見た目してるから、アイスの杖を取ったのかな。ウェーイ、アイス取っちゃいました。はい、来ました。実家のような安心感。ここが一番安心感あるわ。どうぞ。ありがとう。来た。さあ、あと一個だ。頑張ろう。さあ、あー、やっぱさっきと同じパターンか。やっぱりその巨人を3体倒すっていうか、乗り越えていくのか。さあ、巨人来い。あれ、よし、おー、来た。きっしょ。いや、一番気持ち悪い、こいつが。さあ、今回はどんなマップかしら。おー。あー、今度また迷路みたいになってんのか。よっこらせ。やっべ、やっべ。来たー。そんで、で、一回これ木に登るのかな。来た。で、ここじゃない？ほっ。よし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 。で、ここをくぐっていって、で、雲に乗るんじゃないか。ん？あれ、雲は？あれ、雲どこ行った？あ、雲あそこか。どう行けばいいんだろう、これ。いや、これ雲に乗って、で、これ木に当たるんじゃない？この木にの登って、雲を伝っていく感じな気がする。これこれこれ。いきますよ。さあ、こっから本当のアスレチックの見せ所。ほい。はい。ちょ、無言になりますね。無言になったらもう俺最強だから。ほい。来た！オッケーオッケー。で、巨人来るけど、まあ、ダメージ食らっても大丈夫。来た！これでもう、スカイプリンセスの力が戻るぞ。いや、これ本当はさ、巨人がいいやつらで、スカイプリンセスが悪なんじゃねえか。本当はこいつらいいやつみたいな。いや、そんなことないな。どう見てもこいつらは悪役だな。来たー！ 3 つ目持ち帰ってきたぞ、お嬢様。いや、でもなんか怪しいんだよな。普通に怪しくない？ 3 つの杖使って、本当に家に返してくれんのかな。いやー、なんか黒幕な気がしてきた。大丈夫かな。よく見たらそんなにいい人じゃなさそうなんだよね。来た。さあ、私の、全ての杖が揃ったわ。さあ、家に返してくれ。ん？ファイトザビッグストーム。あ、ビッグストーム、え？あ、カミング。ほら、わー、来てる。めっちゃ近い近すぎだろ。さあ、行け。落ち着いて。何これ、行け、スカイプリンセス、行け。うおー、
かっこいい。何踊ってんの。ちょ、踊ってないで戦って。クラブじゃねえんだからここなんだそれ。おい、あと2本も使え。おい、お前、ウィンドスティックだけ使ってんじゃねえよ。また、空は安全になったわ。これで、バルーンに乗っても大丈夫。本当に？私たちはゲームに勝ったのよ。マジ？本当に？あ、マジで？嬉しい。あ、すげえ嬉しそう。わー、なんかアイスクリームもらった。食べれるこれ。やむやむやむ。食べれねえ。食べれねえけど、なんか、もらったわ。いらね。まあ、一応ちょっと、バルーン戻っとくか。何これ。ちょっと待って。なんか参加したい。何これ参加したいんだけど。どうやって参加すんの？は？どういうこと？グッバイ。ちょっと待って。グッバイって言われたんだけど。は？何があったの？おい、消えんな。お前、日本語で説明してくれ。え？あ、なんか視界がぼやけてきた。あ、死ぬ。あ、ウィナーって書いてある。何だったんだ今の。ちょっと知ってる人教えてください。あー、クリアしちゃった。はい、というわけで今回は、マジックバルーンストーリーというゲームで遊んできました。皆さんいかがでしたか？あー、もういいよ、スカイプリンセス。誰スペシャルエンディング。あ、マジックジェムを見つけたらスペシャルエンディングが待ってるだって。また挑戦してね、だって。やりません。はい、というわけでね、他にもロブロックス実況たくさんやっているので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。